皆さんこんにちは。大好き新潟チャンネル、今日は長岡市にやってきました。長岡といえば花火が有名ですが、実は日本酒王国と言われる新潟県の中でも一番多くの酒蔵がある自治体なんです。今日はその中から5軒の蔵をご紹介します。さあ、まずは1軒目、朝日酒造さんですよ。いや、もう酒蔵じゃないみたいですよね、この雰囲気。重厚感があって、こんにちは。いらっしゃいませ。いや、すごいですね。ここが酒蔵ですか？その一部ですね、はいはい、ここはエントランスホールっていうふうに呼んでいるところなんですけれども、はい、右側の方が事務棟といいまして、事務棟、はい、事務棟です、はい、で左側の方にですね、はい、ボトリング工場になっています、はいはい、そちらでお酒を製品化にして瓶に詰めたりラベルを貼ったりっていうところで、天井が高いんですけど、はい、天井高いんですよ、はいはい、でこうよく響くんですね、はい、でそんなことを生かして、はい、月1回第3土曜日にここでコンサート、はあ、コンサートホールになってるんですか？そうなんです、ここが、はい、ちょっと声が響くんですよ。そうなんですよ、ね、拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町をお過ぎなされれば、欄干橋虎屋東右衛門ただいま啓発いたして遠斎と名乗りまする。響きますね。素晴らしい。響く。え、なんか本当自分が上手になったような、はい、ですよね、はいはい、感じ。昨年100周年おめでとうございます、はい、今101年目という形なんですけども、新たなまた、実は年表パネルをですね、右手の方にご覧になります。これ30メーターです。30、ここの長さが、はい、100年分を30メーターにぐっと濃縮して、はい、創業はですね、天保、はい、天保ですか？天保です、はい、天保の元年、はいはい、1830年ですね。久保田屋っていう屋号で、屋号が久保田屋さんなので、はい、あの有名のお酒の、あ、ご存知ですか、はいはい、久保田、昭和60年に発売いたしましたけど、まさに創業の名前を載せて、昔はこう木桶で、ね、お酒作ってるわけですけど、はいはい、木桶とってもですね、手入れが難しくて、はい、放浪タンクというものをもうすでにこの昭和の初頭の頃にですね、はい、導入を始めました。で、また新しい技術革新がまた始まるんですね、はい、今度は樹脂タンクというですね、はい、鉄製のものの中に樹脂でコーティングをするっていうですね、はい、今もそれがありますけども、第1号導入っていうのは、はい、ここで実はテストがされたんですね、はい、じゃあ全国でも初めて、はいはい、そうなんです、導入された。ここへ持ち込んでテストをして、これでいけるんだということで、はい、全国の方へ広がっていくんですね。そうだったんです。はい、日本一の淡麗辛口を作ろう、はい、そうなんですね、これですね。昭和60年に、はいはい、久保田というお酒を発売を。ここでそれでできるんですね。そうなんですね。なるほど、はい、広川さん、はい、お生まれは何年ですか？私はこの久保田誕生のちょっと前で、このあたりですねちょっとね、久保田より前に生まれてます。1983年です。83年前ですか、はい、わー、なんでこの島定治さんが入社された、まさに朝日酒造がこう変わろうという、はいはい、まずスタートの時にですね、その時に、はい、生まれまして、はい、でこうずっとこうお酒がこう、ね、右から、はい、左の方に流れていく中で、瓶に詰められ、ラベルを貼られ、最終的な荷姿に入っていくまでが一連の流れがこうご覧になれる。でいよいよですね、はい、こちらの方一旦ご覧と、うん、ご覧いただいたら、はい、お楽しみの聞き酒、あ、実際の見学コースでもこちらに、そうです、そうです、同じような形は、ね、はい、歩いていただいて、はい、でこちらの建屋の方で、はい、お酒とご対面いただきます、はい、じゃあ こちらで試飲ということなんですね、はいはい、で今日ご用意しておりますのは、久保田の純米大吟醸、はい、黒いラベルでキリッとちょっと、ね、はい、モダンな形にしてますね、かっこいいですね、おしゃれ、はい、
ボタン純米大吟醸になります。いやー綺麗。さてじゃあどうぞ。はい、はい、あすごいなんかもういい香りしてきました。マスクしてるのに、はい、香るクボタン、ね、香るクボタン、はい、香り豊かな形で低いかなお味を、はい、ではいただきます。どうぞ、はい、あいい香り。一口でも味がもうふわっと、ね、うーんなんかフルーティーな感じですかね。でもすっきりしていて。そうですね、クボタはやっぱりですね、あの味があっても、はい、あの後のキレがいい。うん、うん、おいしい。あでもずっとこのいい香りが鼻から抜けて、うん、この余韻に浸れますね。ですね、はい、こちらは、はい、はい、これはですね、クボタの柚子果汁をクボタのお酒に加えて、はい、あの整えたお酒ですね。あのちょっと日本酒が苦手な方ではあっても、はい、こちらだったらということで、はい、いただきます。果汁の色がもう分かりますけども、はい、本当いい柚子の香りがしますね。いただきます。うん、あすごい、本当に飲みやすい。本当に飲みやすい。これからね、どんどん飲んじゃうと怖いです ね、 逆に、はい、はい、さっぱりしていてこのままでもいいですし、うん、氷をちょっと浮かべたりとか、それから炭酸でちょっと割ってみてね、やると、はい、またスースイ入っちゃいますよね。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。腰がいいですね。そしてあーまたすっきりしていてお食事に合いますね。なんかもう贅沢ですね、この景色を眺めながら美味しい冷酒をいただく。さあ続いて2軒目やってまいりました、白露酒造さん。長岡で唯一のものが2つあるんですって、こちらの酒蔵は。あ、なんか雰囲気が、あ、すごい素敵。あ、ドーンと白露とありますよ。そして、あ、あら、お待ちいただいてましたね、はい、すいません、よろしくお願いします。お疲れ様です。長岡で唯一のものが2つあるということなんですが、はい、はい、その一つがあちらになります。ん、あの白露のあの文字、はい、何が唯一なんですか。白露酒造は1751年に、はい、酒造業として開業しました。はい、で、まあ、その後しばらくしまして、1882年にですね、あの当時長岡藩主の牧野家から、うん、あの酒蔵を引き継ぎまして、はい、その時に、この三ヶ柴の家紋と白露という名前を、使うことを許された、蔵となっています。長岡藩主、あの牧野家の家紋を使っていてお許しが出たと、はいはい、そうなんです。じゃあそれを今使っているのは、はい、白露酒造だけに、公式ってことですね。はい、はいはい、そうです。そしてもう一つ唯一のものが、まあ、夏では珍しくまだ仕込みをしてまして。え、仕込みって普通冬じゃないですか。はい、はい、普通はそうなんですけど、はいはい、うちは今年今でもまだ仕込みしてて。え、それは毎年？いや、毎年というわけではないんですけど、はい、でまずこちらが千枚、はい、米を洗う場所で、うん、あ、今手洗い何か、あ、終わったところ終わっちゃいました、はい、試し洗いっていう、はい、あのお米を何分水につけるのかっていうのを確認するための少量の千枚を今、はい、お水がちょっと白かったので、そうですね、今研いだ後の水を今捨てたところです。あ、はい、ありました、はいはい、こちらが、まあ、これ上手にやるとこの濁りも取れるんですけど、今まあ若手が一生懸命やってるんで、はいはい、あ、いい香りがしてる。洗ったお米がここのタンクに
入るんです。でここで水を吸わせて、吸い終わったお米がコンベヤーに乗ってこっちの錠前機械の方に入っていくという流れになります。で今これからお米を洗う準備をしているところです。そうなんですね、はい、おここに並んでいるのが仕込みタンクになりまして、はい、まあ、ここでふかし上がったお米を投入して、はい、熟成発酵させてお酒になるのを待つというタンクです。あ、でもこちらとかこの中にあ、ぷくぷくしてる、ぷくぷく、いや生きてますね。はい、生きてるんです。じゃあ今発酵中。はい、そうです。すごく雰囲気のあって素敵な場所ですね。はい、そうですね、はい、今日用意してあるのが、三水の純米大吟醸の、室賀の瓶火入れの商品になります。室賀の瓶火入れっていうのは、はい、絞ってからろ過をせずに瓶詰めをして、うん、あ、詰め終わったやつを最終的に火入れをするっていう、はい、本当にフレッシュな感じですよ ね、 すね、はい、お酒が。そうです。では、はい、いただきます。どうぞ。うん、いい香り、香りも、はい、あ、甘さが広がりました。そうです、はい、一番は、はい、うん、米本来の甘さで、はいはい、でもすっきりしていて。そうですね、おいしい、はい、うん、なんかどんなシーンにも合いそうですね。そうですね、はい、はい、いろいろなお酒がありますね。はい、柚子とか桃とか、はいはい、リキュール関係も、はい、あります。でこう気になるんですけど、この吉野家でいいですか。はい、吉野家って、はい、なん、吉野家、はい、あの牛丼の吉野家さんです、はい、あの吉野家さん、はい、そうなんです、のお酒なんですか。そうですね、あの吉野家さん の、はい、あのお店でうちのお酒を置かせてもらってまして、なんか不思議な感じですね。実は、はい、あまり知られてないんですけども、実は、ね、有名な、はい、いかがでしたか。長岡極楽めぐり、どの酒蔵も個性があってそれぞれに美味しいお酒でした。皆さんもお好きなお酒を見つけてみてください。チャンネルの概要欄にはプレゼントのお知らせもあります。そちらもチェックしてみてください。